こんにちは、デドです。今日は横向きで寝ていると頭痛になってきますと、どうしてなんでしょうかという質問をいただきましたのでお答えしたいと思います。これはですね、まず首の歪みがまず一つと、あと首の周りの緊張ですね、これが結構大きな要因になってますので、それによって頭痛になっている可能性というのがあります。でこれなぜそういうことになります、なるかと言いますと、まずこれが寝ている床の面だとします。でここに横向きで寝ているわけですね。これが顔だとして、でここに枕があると思います。で、まあ、足をちょっと曲げてるとしましょう。こんな感じで寝ているとしてください。この時にまず一つ、チェックしていただきたいのが枕ですね。この枕が硬いかどうか、柔らかくないかどうかをチェックしてください。でこれが柔らかいとどうなるかといいますと、まずふわふわしてますから、この辺がですね、首が、緊張しやすくなります。でなぜかというと、体というのは常に重力を感じています。でどこの辺に重力がかかってて、それに対してどういう力を加えれば安定していられるかっていうのを、体は常に、脳は常に感じてバランスをとっています。ですからこの寝ている枕が柔らかいとどうなるかといいますと、どこに重心があるのか、どこに重力がかかっているかっていうのが常に変わります。で常に不安定な状態なんで、常に、ここを探し続けてます。重心の位置を、バランスが取れる位置を常に探し続けています。でそうすると首周り、あとはこういう触れてるところの筋肉っていうのは緊張しやすくなりますので、そうすると、中の血管っていうのも、細くなって脳に血がいかなくなるので頭痛になりやすいということになってきます。ですからまず枕が、硬さが柔らかすぎないかどうかをチェックしてみてください。どれぐらいの硬さがいいかと言いますと、バスタオルぐらいですね。バスタオルを折りたたんでここに当てた時と同じぐらいの硬さがいいです。 できれば中身がガシャガシャ動いたりせずに、多少自分がゴロゴロしても中身が動かないようなものがいいです。理想がバスタオルのようなものですね。なければバスタオルでやっていただくといいです。でもう一つの要因としては、枕が高すぎたり低すぎたりすると首が、もしかしてこういうふうに高すぎたりしてますと、首がこういうふうに上の方に曲がっていってしまいますよね。そうすると当然この体のこの方向と首のこの方向が違いますから、首が歪んでしまうと、曲がってしまうということになって、当然首の中には血管が通ってますから血管も曲がって、で頭に行く血液の流れが悪くなって頭痛になるということにもつながりますので、枕はこの首がまっすぐになるようにですね、高さを調整してあげてください。あとは先ほど言いました硬さですね、この2つをチェックして、寝てみるといいと思います。まず、ちょっと横向きで頭痛になってしまうという人はやってみてください。